はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。前回ですね、ついに漢中から上陽へ出陣いたしました。我々ですね、およそ8万くらいでしょうか、漢中を出発しております。上陽はおそらくですね、常に10万体制になるだろうと思います。また傭兵間押し寄せてきますが、ここをですね的確にシャットアウトして、夢傭兵間に敵がくっついてしまうなんてことのないようにしないといけませんね。しかも兵数を減らさないように、今まで通りしっかりとブロックしていきたいところでございます。広州は全然来なくなりましたね。どういうことなんでしょうか。さてさて、今日は6日目、6日目にして上陽落とせるのかどうか、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。魔力か、どうよ。これ港は出るのかな。うまくいった。賊、海賊はないもんな。海賊というか皇族か。石官いますが、どう進むか。前に来ますね。いいですね。でもこの港も怪獣かけられるかどうか。成城の方へ向かっていきます。怪獣成功、いいですね。石官はこれで後ろが取られる。どう出るのか。達成いたしました。賊出ましたね。守備は、ここも賊が出た。賊2匹目、よし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 、うまくいってますね。あとはこの石官戻るしかないですよね。そうですよね、戻るようですが、どうでしょうか。さて、またですね、クシャーナ行きまして、お金をむしり取ろうとしている。うん、平坦切れないですけど。傭兵官また3人ですね、いつも出しました。そして石岩をこのターンで多分切るので、正体忠義を問いよ。もう根こそぎ取れますね。もう義の人全部取れますよこれ。だって怪獣より賊が先に踏んじゃうかもしれませんね。どうなるでしょうか。あとはこの石岩ですね、もう完全に平坦を切られました。囲まれております。石岩取る、石岩じゃない、石岩、まあどっちでもいいか。そしてここからのイオマジン、うわもうボッコボコだ。お、また王兵、すごいね。いやこのシリーズのね、この馬謖と王兵の活躍すごい。何回一騎打ちを挑んだか王兵。やめてくい、おー飛ばした。これが我が実力よ。あー勝つとし、だいたい王兵勝ってますよね。負けたのあったかな、結構無謀なのも。あー打ち取った。無念、王兵2人目だよ打ち取り。無双やで、王無双よ、王無双すごいよこれは。もう中華の歴史に語り継がれるよこれは。傭兵間の王兵は無双なりというところ、史実通りである。兵器出しましょう。もしかしたらですね、成城のあたりでちょっと小競り合いがあるかもしれませんが、ちょっと遅れて出たんでいけるでしょう。勝者で出ましょう。馬龍だ、馬龍の勝者は世界一。上陽まだ動きませんね。武将数はまだ6人、そして大した武将はいない。6人のうち石官を撃破、もう結構な怪我をしているはず。このターンあたり分かれ目だと思いますね。出てこないか、怖いな。こっから一歩が怖い。ちょっと長江を捉えました、すごいな。陸光が捉えた、お陸光を先行しております。で後ろから賊が阻んでおります。これは混乱したところに賊が、これはきつそう。
攻め立てよ。素晴らしいな。クシャーナから戻りました。お金はいくらでしょう。いいんだいいんだ、もうアシュラの陣はいいんだ、もうアシュラの陣はいいから。8000、いいですね。ロガン9000。常用は全く動かない。いや、動かないと動かないであれだな、怖いな。一気にドバッとくるのかな。まだ現役は6人で、円はですね、彼しかいないんですよ、現役が。これならば援軍も大して来ない。深夜5人、ジョイオ6人、ここら辺来るかどうかですね。ジョイオは兵数がない。深夜はどうでしょう。まあどっちにしろね、文官っぽいのしか見えないんですよね。だってこのターンもジョイオ出ないですね。11月上旬傭兵艦はあと2部隊ですね。これ賊がやっちゃうぞ。これ賊にやられたら恥ずかしいぞこいつ。ちょっと見てみましょうか。アシュラ人かましてもうちょいですね。罵声かましてもうちょい。あ、惜しいな。罵声で落ちればねちょうどよかったのに。もうちょっとこらえろよ。長江は返しません。何を言ってるんですか。もうちょいで、あー指揮なくなりましたね。報告がある。あれもね、こっちが撃破したことにねなんないのかな。賊が撃破しちゃいましたね。そしてもう一人はナイス賊でございます。一旦退却。ほとんど兵を減らすことがありませんでした。そして乗用前ビタッと並びましたけども、どうなんですかあんた方、出てくるのか来ないのか。ここはですね、負を回り取っていきたいところですね。あと2ターンぐらいで2つは取れるかな。で、領下がこっちですね。目指してもらいましょう。投石にやられちゃうな、これ。まあ、いいか。うん。やられてもいい。あ、でもどう進んでもやられるんだ、これ。あー、厳しいな。この港を取って海中か。隣接してるから行けるはずですよね、多分ね。11月中旬、こちらが攻勢に出ると、静かになってしまいました。おそらくこれ、中で人を動かしてるんじゃないかと思いますね。甲州なんかもう、何もないですね。ずっと何もない。平和です。ジョイオ10万。8万3000出たぞ。やばい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 。ちょ、待って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 。8万3000も動員できるか。入れましたね、これ人。7人になった。7人全員出たか。なるほど。さて、どうなるか。こちら、先方は溜まっているぞ。で、陸子戻ってくる。京子39歳。中世 99! すごいな。やっぱありゃ。もう私は先回りしてですね、果汁を呼んでいる。さあ出た。この分をいいよ、マジで。かましていく。いいぞ。混乱が3人と、アシュラが結構出たかな。かなり優勢ですね。猛角が突っ込んでしまいましたが、まあ彼はしょうがない。ついに始まってしまった、乗用決戦。円から出たのは、あれは輸送ですね。そして、またクシャーナ。攻撃しております。で、傭兵艦また来ましたが、賊の方が早く来てしまう。傭兵艦もうやばいですね。パンパンです。何もしてないのにパンパン。そしてこちらの戦い見ていきましょう。築陽包囲占領ついておりますが、ここはですね、地域怪獣やって無理せず行こうと思いますね。あとはどれだけここで優位を保てるか。上々だ。長江、罹患ですね。成功いたしました。99と言っても罹患をかければ来た。番号高校。おお、いいぞ。範囲ダメージ、うーん、でも敵は数が多いな。番王様ちょっとだいぶやられましたね。だって縁などからの応援はない。築陽を取る。これで4面囲みましたね。上々の地は我々の
絶対的有利の地となりましたが、どうでしょうか。石棺7000をまた出してきた。いい加減死にそうな石棺でございます。で、万王様これね、どうかな、万王様だけやられちゃうんじゃないかな。完全に下手打ってますね。うわ、ヒアばっか打たれる。ちょっと撃破やられてやがる。王兵また活躍してますね。傭兵官また一騎打ち、天才か。85-59、馬持ち、馬持ちだから殺すしかない。え、こっち来い。飛びはしないが、どうでしょうか。オッケーオッケー、勝ってる。3個目勝つとし、ワンペイの勝ち。ワンペイでいいのかな。うん、殺しはしなかった。さてこれいけるのかな。確認してくれ。城は1万ですが、外にいるのが1、2、3、4、5部隊、あ、6部隊だ。6部隊もいますね。まあ、こちらね、砲炎とかいて硬いは硬いんですけども、いや微妙なところですね。万王様がね、突っ込んで溶けてしまうという失態を犯しました。今からでも応援向かわせた方がいいのかな。迷いどころでございます。敵か前出てきましたね。しかしここは家計をかけております。結構家計、こちらかけましたね。成功しておりますが、どうでしょうか。石岩また平坦切りやっております。うーん、ちょっと前走が強いな、嫌な感じ。うん、バチュー、そこにいるよ、バチュー、そこにいるよ。死ぬな、死ぬな、危な。長安も3万しかいない。で、女優また2万9000じゃない、2900出ましたね。で、王宿を捕らえる。留飲は統率が上がる。これか。長刀が再び出ましたね。怪我とか負ってるんじゃないでしょうか。健康そのもの。なるほど。うん、しかし、格欲ならば、そんなに怖くはないか。で、やばいのが、バチューかな？燃えてますね。で、前走が1万。ここが肝になりそうですね。お、なんか中に入ったり出たりしてる。そして、ラッケン花高原、これは勝った。74-31。これは行っちゃうかもしれない。うん、バッコイ。うん、飛びはしない。飛ぶかと思ったのに。武力は31、掛け布。4号目、うん、KO。え、勝つとして。んと、これはこれは討ち死に。ここでやってしまった。義の大尉、花高原が死亡しました。さて、これで常用の武将がまた減ってしまった。5人です。中に1人いるのかなっていうところですね。いやー、しかし厳しい戦いだこれは。不赦な施設戻りました。これでまたですね、あ、戻ってないよ。不赦なにたどり着きました。もう早く、もう早く金が欲しくてしょうがない。調布撃破。あとは前走か。行けたかな、もう。報告がある。もうね、行っちゃっていいでしょ。この大司教ごと城に突撃だ。で、道を開いたらバリュー突っ込ませましょう。バリューだけは無傷です。というところで現状を確認していきましょう。傭兵官ですね、パッと切りまして、こちら小藩もう士気が2というところ、なんとか据えないか。13000据えないんですよね、これがね、さっきからね。で、賊が3人湧いて、この3部隊苦戦しておりますね。いいですね、ほんと賊で防御できるという。我々は賊が協力的支配下に置いているんだ。さすが万族の王。そうですね、すごいですね。という筋書き通りになりましたね、万族の王何がおかしい。で、常用ですね、
この南蛮最初はもう式ゼロで行っちゃうかな。ここに必死にしがみついております。平坦切れをね途中されましたけども、まあ大丈夫でしょうというところ。ただ踏まれたら包囲占領なんですよね。これ円からやってくるとそうなっちゃうけども、どうでしょう。まあ塗られるのここと常用は大丈夫かな。常用も塗られちゃうかな。常用は大丈夫っぽいですね。壁があるから正常もあるし、まあ、あと甲州は全然動きなしというところですね。さて次回が7日目、ここで常用取らないともう無理ですね。これで失敗してもう一発っていうのはもう弾がありません。私たちは一発の弾しか込められません。一発勝負ですね。どうでしょう、次回勝てるのか勝てないのか。兵数196,000減っている。ここは減るでしょう。勝負に出ている。義軍205万、全然減らない。どうしたんでしょう。これ人口めちゃめちゃ増えたのかな、これね。治安が良すぎて。良すぎることはないと思うんだけど、担当もう置けないはずだから。さて今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価いただけますと大変励みになります。よろしくどうぞお願いします。またね。